アニメエキスポお越しの皆さん、川尻です。2001年にアニメ、劇場アニメーションのヴァンパイアハンター D をやって以来、10何年経った、今ここに来て、再びこのヴァンパイアハンター D という作品に、また関われる、それすごく、嬉しく思ってます。はい、今回私は、この会場には伺えませんが、代わりに、一緒にタッグを組む、ものが、この会場に来ております。紹介します。毛利君です。はじめまして、毛利と申します。皆さんよろしくお願いします。もともと私はずっと 3D で、まあ、映画だったり CM だったり、まあ、アニメーションをずっとやってきて、で、まあ、ヴァンパイアハンター D 自体はすごく、中学生ぐらいの頃から、まあ、読んでまして、その頃からとても大好きな作品で、まあ、今回一緒に、まあ、川尻さんと映像を作れるっていうことですごく楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。そうです、まだ全然こう探ってる最中なんだけど、今までに見たようなもんにはしたくないなと。で、何か新たに、2D と 3D の魅力を、いいとこ取りみたいな。 CG 使うことでアニメではできないことももちろんあるし、でアニメでいいところやっぱり取り込んで 2D 的な描写として生かすっていう方法もやっぱりやっていきたいなと思ってるので、 3D っぽいか 2D っぽいかっていうよりは、まあ、D らしいか D らしくないかっていうところがやっぱり大事なところなので、まあ、その辺をうまく、あ、ちょっと新しいけどちゃんと D らしいよねっていうルックがやっぱりうまくいくことができるといいなっていうのは今思っています。まあ、特に代わりさんとかも大先輩だし、今まですごくたくさんの作品も手掛けられてるし、アニメ的な演出だったりとか、いろんな意味でやっぱりいろんな引き出しを持ってらっしゃると思うんですよね。やっぱお互いのこう、いいとこどうやって引き出し合うかみたいなところが、まあ、すごく楽しみだなと思います。はい、うん、さっき毛利君も言ったようにやっぱり D らしい作品で、やっぱりとにかく、2D だろうが 3D だろうが、新しいセンスの新しい技術の、ビジュアルっていうのはあっても、まあ、最終的には面白い作品を作っていきたいなっていうことに尽きると思います。ジャパニメーションらしいそういう絵作りを入れていって 3D で仕上げていくっていうのはまたちょっと変わった作品になるのかなと感じてます。ずっと、まあ、恋焦がれてって言ったら変ですけど D という作品をやりたくて、まあ、映像をやってたって言ってもいいぐらい D の作品ってすごく魅力的で僕の好きなものなので、ぜひ皆さんの協力を得て、いい作品ができたらいいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。私が一番楽しみにしている、プロジェクトなんで、とにかく、なるたけ早い時期に、お見せできるように、頑張っていきたいなって思ってますので、よろしくお願いします。